今日はスリーピーで購入したものを紹介します。皆さんこんにちは、アーリーチャンネルです。今日はスリーピーで購入したものを紹介していきたいと思います。でね、スリーピーでお買い物してる動画あるので、そちら見てない方見てね。でね、結構ね、本当に初めてスリーピーというお店でね、好きなものを買ったんですけど、雰囲気めちゃめちゃ良かったです。そう、あの時結構ね、あのしんちゃんとかキティちゃんとかコラボしててね、めちゃめちゃ可愛かったです。それでは早速紹介していきましょう。はい、まず一つ目はこちら、初めてのソーイングキットのシナモンを見つけてしまいました私。ということでこれはね、シナモン今度やってみようかなと思って買いました。体前、体後ろ、ほっぺ、尻尾、目、縫い糸、青、ピンク、白、綿、プラスチック針、キーホルダーが入ってるそうです。こんなね、可愛いシナモンをね、頑張って私は作っていきたいと思います。頑張りますね。次行きましょう。続いてはこちら、こちらはミニ加湿器でございます。可愛いよね、こういう感じです。ちょっと開けて使ってみましょう。ほら、よいしょ、開きました。可愛いね。説明書見てみます。袋を取ります。ここが電源スイッチだそうですね。で、ここが、ここから水が出てくるらしいでございます。はい、使用前の準備。本体を、おー、外れました。なんかこれとね、こんな感じでくっついて外れました。そしたらタンクの部分に水を入れる。どれぐらいとか書いてあった？書いてない。あ、本当に。じゃあこれは何に使う？あ、それはね、そこに染み込ます。これさ、あれじゃない、予備じゃない、今入ってるでしょ、中の、うん、予備が入ってますね。じゃあこれちょっと、だいたい200ぐらい今持ってきたの。ありがとう。これにと入るかな。めっちゃ入るね。あ、ほんとだ。あ、でももうちょっと持ってこようか。そうだね、今ここら辺くらいかな。ここら辺ぐらいまで入ってます。水の匂いがする。あんまりギリギリまで入れなくてもいいと思うよ。これ入れるからね。 OK、 200g2 杯ぐらいがちょうどいいかな。はい、はい、そしたらこちらをセットいたします。 OK。 で、そしたらですね、この USB コードをですね、このところにつけます。そしたらね、これ多分バッテリーできるよね、モバイルバッテリーで。持ってまいりました。いきますよ。じゃあ電源をつけてみます。せーの。あ、出た出た出た。見えてる見えてる。え、勢いよ。え、すごいね。え、可愛くない？ね、微妙に見えてるよね、うん、ほら、顔があると。あ、本当だ本当だ、顔を置けばわかる。すごい、歯医者さんのニュース。歯医者さん、歯医者さん。そうか、歯医者さんにこれ、こういうの置いてあるからね。ウケる。歯医者さんだ。これ水だったんだ、歯医者さんのところ。すごい。めっちゃ本格的。一瞬で止まるんだ、これ。え、すごい。いいね、これ、モバイルバッテリーでできるし。こうやってやるの？夜喉痛くなっちゃうからね、あんちゃんね。いつもね。あ、いいね。楽しいよ、これ。じゃあ、それはあおちゃんのお部屋用だね。そうですね。うん、今日、寝るときも、あの、ベッドの横に置いて、これちょうどつなげられるんで。そうだよね。天才じゃん。うん。つなげられるからね。じゃあ、次行きましょう。やった。うん、じゃあちょっとそれは危ないから、こっちやっとこうか。大丈夫。怖いな。大丈夫。じゃあ、モバイルバッテリーはちょうだい。絶対バシャーってやるから、バシャーってなったらあわちゃんこうベッドなんだから寝れなくなるからね、夜ね、うん、はい、続いてはこちら、しんちゃんのコップです。可愛くない？これ可愛いよね。すごい可愛い。それなんか質感がなんか普通のコップと違うんですよ。なんて言ったらいいの、紙みたいな。
そうね、ちょっとなんかなんていうんだろう、ダラダラしてるっていうか、うん、なんか紙じゃないんだけど紙コップの厚いバージョンみたいな感じです。こんな感じでございます。これは普通に家で、ね、飲むように買いました。次、続いてはこちら、はい、しんちゃんのクリアボトルでございます。これは学校に持っていこうと思ってね、買ってまいりましたよ。こんな感じです。かわいい。あら、これついてる。ママいいじゃん。これね、めちゃめちゃいいやつだ。飲みやすいやつで、ここにしんちゃん、アクション仮面になって、なんかロボットみたいなやつ、なんだっけ忘れちゃった。で、白恐竜みたいなやつ、なんだっけ名前。で、チョコビ、よかったっけ、超チョコビのやつ。で、これはブリブリザイモン、そう、ブリブリザイモンアクション仮面が書いてあります。可愛いですね。行きましょう。続いてはこちら、これは普通にパパとか私とかママとかが車で使うように買いました。これはね、車でね使いたいと思います。はい、続いてラストはですね、こちらでございます。入浴剤です。キキララの入浴剤でございます。入浴剤の中からマスコットが出てくるよっつって、私、その、出てくるのが、キキ A、ララ A、キキ B、ララ B、キキ&ララがあるらしいでございます。私、キキ&ララが欲しいなーって思ってます。何が出るのでしょうか？楽しみでございます。ということで、こんな感じでした。はい、ということで今回はスリーピーで購入したものを紹介しました。この中で私が一番お気に入りなのはやっぱりこれですかね。めちゃめちゃ良きだなって思いました。これはね、これからしっかり使っていきたいと思います。ぜひ皆さんもスリーピー見つけたら行ってみてはいかがでしょうか。すごい可愛いものがいっぱいあるのでね、めちゃめちゃ女子におすすめです。化粧品とかもいっぱいありました。それじゃあまたね、バイバーイ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして Twitter、Instagram、TikTok、アオリゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。